読まないな。うんだ。臭いな、ここ。はい、グミさん、こんばんは。まあ、今日一箇所ですけどね。なんか臭い。<coughs> めちゃ臭さい。あゆさん、こんばんは。はい、ピューピュー。ラッキーさん、こんばんはね。佃煮にね。いや、なんか臭い。 あの匂いが香ばしい牛の匂いかなこれすごい匂うんだけど一か所だけですよ今日ちょっとね明日の疲れた今日も本当に明日にしようかと思ったんだけど明日も疲れてたらなと思ってはいはいこんばんはキャスのねはいいらっしゃいまちゃんこんばんははいはい楽さんのねどうもね そう明日はやめて今日にしたんですうん何かピンクとかがねもしかしてこれズームっなってるなってんなはい梨紗ちゃんこんばんはあ梨紗ちゃんこんばんはあいいねありがとうとねデイの匂いが香ばしい <laughs> 風なし18度ひやっとします梨紗ちゃんどうもね。はいさんこんばんはお茶漠かりと計通算1 0ね うん、やると思ってたいや明日かなと思ったでしょう思わなかった明日か今日って言ってたのねそうちょっとね今腕がいいんだけどまた多分ダメかな <laughs> はいカズのこんばんは一か所ですけどね香ばしい匂いカズ、ま、のこんばんは久々にこう来たんでここに、ね、来るとね最後の方が注目ですここ声が聞こえちゃうんですなんか <laughs> 迷ったんですけどね今日ここにしようと思ってあんまなんか歩いちゃって今日ね 忙しかったなも、今日も山本さん、こんばんはうん、あ、本当あと山本さん、こんばんはね、いらっしゃいね今日は一箇所ですねこの間、土曜日ちょっとね、ごめんなさいねちょっと雨降っちゃってねそう先週行っちゃったんだよね、雨を <laughs> そうはい、堀さん、こんばんははい津田さん、こんばんははい、お邪魔してください腕ね、だいぶ良くなったんでねで無理しないようにね、ちょっとこれ長く長くね 2ヶ月打てないんで <laughs> そう打ったんでねインフルエンザワクチンも打ったから先週はちょっとねちょっとねやめちゃったうん買い物配信買い物配信この時間にやんないでしょ、うん、今日はだってもうあれだもん病院連れて健康診断とかねそうインフルのワクチン打ったりとか、ね、それでその後ユニクロ行ってねで買い物行ってねそうで薬を取りに行って飯を買って 帰ってきたんです疲れちゃっかりしてて、うん、う,うちのうちのでワクチン打ったんで俺も先週打ったんで当然ありがとううんあてちゃんこんばんはねお疲れ様ね。うね、ん、そういう明日もね接骨院連れていかなきゃいけないからそう忙しい来週も来週が一番大変なのよ来週月曜日ですとねまた病院5週連続のね今4週連続なんで。 やる予感したそうそうそう土曜日行ってなかったからねユーチューブやってますようんプリンさんこんばんはねいらっしゃいねそうやってますうん今日サポーターしてねうん頑張ってますやってんのかなそうはいできたなこんばんはピューピューをうん あと一週で、ね、来週乗り切っちゃえばね、もう今,今年は2回しか行かないから、連れて行かないから、病院、月にね。今週、今、すごかったんだよ。うん、今、やっと今週終わった。もう、整形外科が眼科も入っちゃったからね。そう。今日、今日もね、あの、神奈川県ですね、しば,しばらくは。お金がないので、遠出できません。そう。もうね、なかなか前みた、ね、い行けないです。 うん、そうなかなかねお金かかっちゃうんで今物価高でねうん付き添い大変はい高橋さんが佃にお休みの際行けるけどお忙しいですよあ木切,切っちゃったよほら木あったじゃんほら切っちゃったよ木切,切っちゃった神奈がそうですマイナーなとこですね ここ、ね、ほんとね大体、まあ、1時間ぐらいやるんですけど終わり頃になると変な声が聞こえるのよ必ず大体今んところね切っちゃった切られちゃったこの山だったんでねでもなんか切り方もっと下で切ればよかったんじゃないなんかこれだと乙女の祈りみたいな感じうん、そう木が切れてますこれあれ切っちゃいけない木でね切ったでしょあそこに呪いの文が書いてあるんです うん、この時をもってねでこれねあの一応線香の代わりにあのタバコを吸えな,ない変な声でね後半ね聞こえるかもしれないねそう切られてますもっとね切ればいいのね下からねうんそう思うんだけど何だこれうん 完全に切っちゃってよね。なんかミがすごい出てるね。うん、切らないで、切らないでっていうミが出てる。頼むから切らないでって。ね。うん、だんだん寒くなってきたね。今十八度だもん。これ風だったら多分ね、もうパーカーじゃ厳しい厳しいね。ダウンだね。<laughs> 朝とか寒くない。また今日結るだよ。 貸し付け入れなきゃダメかなはい、兄さん、こんばんはね、ビュービューうん、そう血団大丈夫ですか、インフルあのラッキーさんもワクチンが腕痛くないですか俺もう三日目だからだいぶいいですね臭いなうん、寒い皆さんちょっとインフル流行ってるから気をつけてねうんそう、お腹も痛くなるらしいよインフルかかると 気をつけてください警戒情報出てますんで、うん、半数でひあ昼間はね朝はでもお前、まあ、パーカー薄いパーカー着てんね寒いからそうありがとうごましお疲れ様こんばんはぴヨピヨねうんそうチキュとしか感じなかった夜来たよずぐずぐずぐってなんかうん うん、幽霊ねなんかね反応が鈍いんでこの終わり間際ぐらいになると来るなんかだいたいいつもねなんか変な声聞こえるんだよ <laughs> あと足跡とかね前半全然聞こえないのやる気ないんで後半になると「絵もういんの?」っていう感じでね多分誘われちゃうのかな一箇所いいとこあんだけどちょっとね察偵察しなきゃいけないんでそこ結構怖いんだよねああやってゲストのだねこんばんはそう。 とかあるんだけどねまだちょっと停車してないからね一回停車してどんな感じか夜をね見に行かないとその状況わかんないからねそう,うんそう日傘いやもう結露すごくないなんかあビかびるんだよねちゃうソこんばんはピョピョ久しぶりじゃないじゃウソンお疲れ様そうそれからコメントだけしてなかったのかな 反映しにくいからねそう臭いなんていうのこの肥料の匂い、うん、もう有害だねこれね臭くさ皮これドブガじゃないよねうんそうドラッグくるんでく知ってるじゃんスーさんさすがだよもう常連さんだはいコインもガレードケイツさんねみんなありがとうね春さんお疲れ様です あ、たままに聞いいてましたありがとうございますそう、ござすそ最近ちょっとねあの、サザン行ってからだ体調崩しちゃってねうん相島さんヤッホーいらっしゃいランさんこんばんは、臭い久しぶりだラ蘭さんもサザンサザンライブをね2日連続歩いて行ったんですよ、うん、<laughs> 1時間かけて <laughs> 片道 <laughs> もうそれでね元気でそう風邪いちゃって そうそれからちょっと風数いちゃったね。9月が結構頑張ったんでね。その疲れが多分の来ちゃったと思う10月は。うん。そうまたよろしくお願いします。できればいいんでね。寒くなってくるからね。うんいいありがとう。生姜いいの？生姜か。うん。荒木さんスパチャありがとうね。いつもね初スパチャありがとう。うん。サザン疲れですよ。 愛犬さんこんばんは。いらっしゃいね。サザンがほら地元に来たからね。行かなきゃいけないでしょう。やっぱ地元民としては？そう、当たんないんだけど、地元民ほとんど行ってないからそう。うん、はい、ありがとうね。秋だよ。だって。もう今18度だよ。朝今日あかりさんもこんばんは。久しぶりやからさ。もう。朝だって 10° 度ぐらいだよ。今日の朝なんか？ やばいなと思って貸し付入れなきゃダメかまた電気代金かかるじゃんうーん貸し付入れないとダメだろうな多分 <laughs> うーんそう暖房入れてないんだけどねうちのあれ実家なんかまだ冷房入れてるよなんか暑いんだよあのやうーんそうすごいよねいやあのね外の海岸だけで3万人ぐらいいるよ <laughs> あの辺俺ほら 庭じゃん庭だからあの住宅街で空いてるとこ行けるわけよ地元だからそうでそこで音漏れを聞いてたそう生放送やってましたもんねついですねもうちょっとね電波悪くなっちゃうんだよね人多いからまああそこは限界ラインだよねそううん夜ね見た田中さんすごい半さこんばんは うん、ねすごかったよでも「ありがとうねー」とか言ってました <laughs> こちらこそ <laughs> ねそうそのおかげで、あのー、しこういうね静かなところなんですよ関西海岸ってこんな感じでね夜なんてもう騒いで騒ぎ騒ぎっぱなしですうんあささんこんばんはうん薮さんも来ましたもんねいいとこ見たでしょ僕はすごいでしょさすがでしょ あんなほら、ライトも見えたでしょ花火とかもお若手ですなんか変な音がするかなうん幽霊見たのすごいね霊感強いの昔ね取り憑かれた佃煮って取り憑かれたね女の子に、ね、その時はよく見えてたけど 解除されたたらね見えなくなくった <laughs> いい場所でしょ疲れたけどねサンキューうーんロケさん見えたでしょなんかやっぱりね風が来るとヒヤッとするわもうそろそろダウンですよ光栄さんうーんもうこうあれですねダウンジャケットですねそろそろもうダウンがいい日かなうんちょっとねこれがねあ まだね、18度ぐらいだからいいけどこれうん、今雲見えるそう今日晴れてるよね土曜日全然ダメでね急にねいけるかな一箇所ぐらい行けるかなと思ったんだよそしたらもう降ってやがって <laughs> ダメだこれ <laughs> と思って <laughs> そう降られちゃうとね心電でて結構お手上げなんでトンネルとかもう電波悪いし「あゆ、はい、みさんこんばんは」とね佃にあのね雨降るとね電波がねもう昔からそうなんだけど 弱くなっちゃうもんねさらにそうなんかその反響なのかなそうマグマもねこれからねもうあれだよねあのそう降下してこない先週やっちゃったからねそう,そう2週連続がちょっとつまんないからちょっともう休もうと思ってねそう腕,腕がね何しろほら前の日注射打ってるしここで無理するとまたねあの2ヶ月もたねえんだよね 腕がだ今回はちょっとね今はほらだいぶねちょっとね電波ないあるよなだいぶ楽な状態ですようんそう金融機が軽くなったもん右腕がそうこの機材があの、大体ね電池を入れると5キロぐらいになっちゃうんですよそうでスマートフォンも合わせると大体その5キロぐらいかな大体そうそれをね常に持ってるわけですよね 今両腕で持ってるんですよこの何かねライフルみたいな感じでねあの銃を持ってるような感じこうわかるこうやってね敵はいねえかルルルルルルパン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 みたいな感じで、ね、銃みたいな感じなんですよこれ本当ににの本当サブマシンガンみたいな機材的にはね <laughs> サブマシンガンを持ってるような感じなんで重たい <laughs> うん そのその散歩で散歩をしながら死んでやってるの。そう <laughs> そう散歩してる人もいると思うよこの辺の地元の人たまに見るよ。<noise> 何の音なんかひ,ひ,ひっかき傷みたいな音してるの。部屋部屋部とかなんか言ってたよあっちょっと今町の方で。うん。静かなところで。 猿。何これ。<laughs> 何のこれ鳴き声。鳥はいないよ。わかる、猿で前いたんだけどね、最近見ないからもう。 いいやいても一匹しかも見たのは7年前とかだからもういないと思うよ多分死んじゃってると思うよ多分猫じゃないね野鳥なんか悲鳴だよねはい池さんこういう句あれとねよろしくね <coughs> うん豚豚豚もいるかもねうちはいるいるの分かってるんだけどそう。 うちはいるんだけど、あ,あ、ケズさんスパッチありがとう。すみませんお茶箱もねケズさんすみません。うん、うん、そう自作ですよ全部。即席で作っちゃいます。だからねあのこれがだんだんこう緩んでいくるんですよ。何ヶ月後にそうょっと一回バラして、でまた変えていくね。どうどういう風にしようかなって、そう、そうそうそうんな感じ。でこれ一応武器も入ってるんでね。 武器付きなんでレーザーポインターってぶ武器がついてます。<laughs> うん、そうレーザーポインターっていう武器がついてるんですね。ほら、わかる？ほら、ほら、わかる？うーってね、<laughs> こういう武器がついてるんです。あ、皆さんお茶博です。ありがとうございます。お疲れ様。あれ今日滋賀県皆さん、急に。 滋賀県寒いでしょう。多分。じゃ、あ京都行くのかな？京都前やってるよ。なんか特別配管とか？うーん。そう、まだ紅葉無理だと思うけどね。そう、お茶番ありがとうございます。ホテルから。ね、京都行くの？1。滴ぐらいじゃね。近いからね。うん。電車でするぞ。もうね。せっかくだからね。質明をする。レースはこれ規制前ですから。 そう、ありがとうございますねお茶博ね。気をつけて帰ってきてね。あ長浜に行くの？長浜ラーメンやめ美味しいかもね。うん。あ行かないの京都？行けばいいのには前,前原から乗って,行きて行きいきプって一人だ次は京都です。<laughs> そう、そう。予定が合えばね。長浜長浜城。あそこ熊出るから気をつけて皆さん。あの辺本当にねこの間行ったじゃん僕。 マジ,マジクマ出るから <laughs> 山側行かないがいいよマジで本当クマ出るかあいじめさんピヨピヨお疲れ様ね本当とクマ出るから, <laughs> ジ、ね、マ,るからマジでうんマジいるからこの間僕がやったじゃんケイズさんと5月にあそこの辺クマ出るから普通に <laughs> まああの辺は車ないといけないと思うけどねうんはい恐ろしい武器 恐ろしくないですよこれ、そう恐ろしくさせなきゃいいんですよね、そう普通にあのやってる場所あのアトラクションですから、アトラクション。沢山城はあ熊出るね、<laughs> マジ出るね。<laughs> 俺知らなくてねあそこトンネルなんだよね、そううん風大丈夫ねそうありがとうにきえさんね。 腰がちょっとい,やい,いまあちょっと明日やるから大丈夫だと思うけど今,日今週はあんま無理してないから、うん、かなり体調はいいねだから腕がね今日サポーターしてるんでちょっとねちょっと重たいって感じはあるけどうんはい田口さんありがとうね自殺の名称じゃないねここはここはねあのなんかねあのなんて言ったらいいんだろうねなんか怪奇なことが起きやすいところ声とかねうん。 俺は噂を聞いたのはもうこの辺の地元に住んでる人と知り合いがいてねそ,うその人がまあ夜ねウォーキングした時に女性を見てしまったってこのお墓たりでね「ええかん強いんじゃないの」って言ったんだけどいや行ったらなんかやっぱり声とか最後の方聞こえるんだよね、うん、でそれで今来てるんだよねそう風邪はもう治ったもう薬5日6日ぐらいかな 治ったね、うん、最近のほんとやばいよ神奈川とかあんまりねあの絶対数が少ないからあんま出てこないけどもう北陸とかねやばいよ秋田とか青森岩手宮城福島うんもうすごいよ富山をね石川、まあ、岐阜とかも危ないかもね、うん、あんまでも滋賀とか今最近聞いてないから多分大丈夫なのかな。 中野も襲ったよね長野も殺しちゃったでしょ熊がだからちょっとあの辺危ないと思うよ軽井沢とかの星のリゾートのあたりとかは住んでるからクマが <laughs> お気をつけて <laughs> 行く人は <laughs> うんそうクマ気をつけてほんと早いからマジでもう無理だよマジで無理ここにクマがいたらもう間違いない無理 <laughs> 向かってきたらどうしようかなって感じで でも機材があるから機材でこうこの腕をうまくこうって上げればなんとかなるかな余裕があれば四角形したうんそうまあクマスプレー持ってるのはイチコロなんだけどねこれで秋田であったじゃん立てこもりみたいなあ延長公園あると思ね立てこもりっていうかあの木に上におちゃったじゃん頭降りてきた時にクマスプレー警官かけてたんだよそしたら思いっきりってたさんやっぱすげえんだなと思った 同じ色だった。そう。いや、レーザー光線は興味に当てても、全然効かない。うん、鹿とか、目が光る動物に当てても、全然効果ない見えてないから。<laughs> そうそうそう。レーザー光線は、なんか、アトラクションだね。おもちゃだよ。うん。そう。うん。で、例えば、俺が、俺ね、襲われそうなった時に、人がね。 冒頭とか来た時にこれが効果になるんだよねそうこれを目に当ててやれば一発で行くから <laughs> そうそういうのもあるけどねうん早いよ50キロぐらいで走るよそうしかも何気にね団体で来るからねこういうとこ乗り越えるじゃんやばいんだよね乗りくなったそう頑張って食べて水分取ってねはいはいまたね 気をつけてて帰ってください、ね、皆さんいつ帰ってくるんだろうね今年多いよねそうだスプレー持ってればいいのにみんな買わないんだよね山菜狩りとかでやられちゃうじゃんなんで行くのかねって思う買えよってうん悪くしてないね全然今のところね、うん、あ,あれもう物件になってるからねうんそう あでもなんかちょっとやっぱヒヤッとしてきてねだからあれだね正直言ってあれだねそろそろダウンだね <laughs> 夜はまだ懐かしいでしょもう,もう、ね、何年前3年前ぐらいだっけ2年前だっけそのぐ経つでしょもう入れちゃったからそううんそうあんだけはやられてたからやっぱりそうちょっとほら右に危険になるじゃんだからもう入れちゃってんで そうあのままねやり続けたら逮捕だったそうでもなんかあれだねちょっとツイキャスの暗く感じるねライトつけるとどうな,なんかく暗く感じないツイキャスこんなもんでも真ん中いってんだけどライトの一緒なんか臭いでもこここれ何 うん、いや、当たればね当たればねそう鍋作ったなんかセブンリブンおでんやってなくないって聞いたんだよそしたらなんかねまだ言われてないですってうんやってるとこで聞いたのないからあれと思ってセブンリブンのおでん美味しいのなうんはいお茶ありがとうねそういやでもねクマスプレーめちゃめちゃ あれ簡単そうに思うけど、すげえ威力あるのね。こう、こうかけるじゃん。シュッてこういうふうにボタン押するんだけどね。こうなるもん。本当に。反動来るもん。早うちありがとう。反動来るよ。真空でパックだとね、あの、めんどくさいじゃん。<laughs> そう。<laughs> うーん。そう、だからあの、ね、あの、こう、入れてもらった方が美味しい。そう。あとはレンジで温めるだけだから。 あれだだとレンチはダメなんだよねあの湯,湯でやるか沸騰させなきゃいけね明日雨,雨降るの明日とこっちはなんかもうずっと今週晴れだねはい矢吹さんあれだろう,うんそうセブンがおいしいんだけどねやんないんで最近多分ねあれめんどくさいんだよ多分うんやったところでそんなに儲かんねえんだよ多分 <laughs> 俺思ったもんなんか曲がってねここ い昔はでもイノシシいたけどねこの辺もねイノシシなん,でなんでここだけ生いてんのうんから多めのがいいねすぐ落ちちゃうもんね水切れいなもんねうんはいカズさんありがとうお茶ね風ね皆さんも気をつけてあのね気温が下がってるからねだんだん僕は俺ら行ってるから 大体このぐらいの気温とかちょもうちょっと高いんだけど今日ちょっと一度ぐらい寒いかなだかそろそろあれだねダウンだ油っブザの,この佃煮ねお疲れさまですはいこんばんはうん雨あっ近畿が降るんだすごかったよだってあの土曜の夜から踏みやがって死んでいこうかなと思ったらもう降ってやがおいお前11時からじゃねえかよと思ったのね でそのあたりがねあのよく怪奇現象が起きるとかなそうそしたら降り降ってよがってああダメじゃんと思って屋根付きねえしと思って全場とか考えたんだけど土曜日全場だとね変なやつが来るからで電波悪いし雨降るとあそこそう入り口ああ v んですけどね入り口じゃないとね電波悪いんだよね全場ってなんか。 そう。であの代ク熊出てるから、まあ全場は多分下だったら多分交通量いから多分いないと思うけど、そうこの辺でねよく会犬賞金。うん。助けてね分かんないね急に来るからね。ささんこんばんはお疲れ様ねいらっしゃい。うん。すごかったでしょ雨雨すごかったもん。 うん一部の天気予報明日雨だからちょっと雨やるのじゃあ今日で良かったじゃんやっぱりそう次一応土曜日の予定なんだけどねで今週ちょっと車検車車検なさないといけないから <laughs> そうそうそういう噛み合いもあるんだよねちょっとねそうだから一応予定は土曜日なんだけどまあ雨降らなかったねまあでも雨降ったらまああそこ行こうか最悪うん 車検上がってからだねそう車検だからちょっと車検もね1ヶ月も経ったから出せるからそう「助けて」これだこの木じゃねえのこの木を切っちゃったから怖いいやー助けて」とこれね清滝とか入ったよねあのねこの乙女の祈りってねあってね でこの間動画をね見てたのよしたらねもうちょっと先って後に死ねってはいす。死ねって,って, <laughs> ねって,って <laughs> 松井なんか言ってんの <laughs> そう一応予定はねあの車検があるからちょっと木曜日にまあ車検がもしダメだった場合は今週ちょっと行けなくなっちゃうけど多分そうまあ一応予定日が 木曜で金曜日予備日だから多分大だと思うけどまだ新車だからねそんなに異常はないと思う、まあ、半年に点検やってるからうんそうそういうことですやっとエアコンつけたさそんな暑いの怖いでしょ死ねって言ってたのいやだよねその2回見たらね本当死んじゃったんだよおばあちゃんがその行った時間に。 だからもう絶対3回目ないと思っって封印しちゃったもう二度と行くことはない <laughs> うんうんそううんはい山口さんいらっしゃいねそんな暑いのさっき地震あったでしょなんか地震そろそろ危なかない気をつけてね地震みんなもこっからトラック入ってくるねそう いやあそこはね、でもな、現場は怖くないんだよ。うん。全然現場は怖くないのね。うん。怖い話っていいよ。どういう話酒んだもん、ん2回行ったらね、ダメだった。<laughs> 2回目行ったらダメだった。1回目の時だけだった。出てくれたのは。いや俺じゃなかったんだな、多分。でもね、三連トンネルって静岡なんだけど、恐怖の現場のね。あそこも、 なんか、なんて言ったらいいんだろうな。もう5、6回行ってんだけど、あそこ電波ないのね。1回やろうとしたんだけど、ツイキャスでね、あの、入り口だけちょこっと映ったぐらいだったんでね、電波悪くて。うん、電波なくてね。でもね、あそこ行くとね、うん、お腹痛くなるのよ、帰ってくると。<laughs> お腹痛くなるか、お腹痛くないときは怪我してんどっかを。不思議でしょうん。 なんかあるんだろうね、あそこも3年小笠原山、うんなんかあると思う、あそこも2個目超えてね、戻ってきたときになんかねお腹調子悪なんだよね。首なしないで千葉だっけ？首なしっていうかねいろいろあるよね。浅香由実さんこんばんはお邪魔してくださいいらっしゃい。いろいろあるよねだからその三浦ってかね横須賀はあんまあ会見ショー起きてないよね、結構行ってるけど。 まあ起きるとしたらあの,あの海岸沿いの,あの処刑場があるトンネル、うん、あそこがたまにあるね声が、うん、あれ江戸時代の処刑場があったんだよねあの辺はちょっとね処刑場のとこは電波悪いんだけどそう横須賀ってね山,山,山が多いから電波が鎌倉と一緒でね電波があんまり安定しないのねそうだから配信には向いてないんだよねあんまねそう 山がね邪魔しちゃうのよこう左右山になっちゃってねそう電波あるのになんか、ね、こうコツボトンネルとかもう弱いそうあそこだけねそうだから配信生配信としては向いてないよあんまりそう電波やっぱり生配信って見せる配信じゃん生でだからそれが電波ないと配信できないじゃんくる,ぐるく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 るなっちゃうとねそうするとねあの見れないじゃん だからやっぱりね、ね電波をかに考えななきゃいけないけ、ね、そうなると難しいそうそうやばいとこ行くとすぐくるくるしちゃうからそう難しいんだよねそううんそうないの残念ねでもねあるとこはあるんだよねそううん首そうでもねあのー 京都はやっぱり <coughs> あの清滝飛んでるって有名でしょ知ってる皆さん清滝飛んでるってね嵐山の,の上にあるんだけどそこってねその辺って念仏寺とかのねまあいわゆる昔の,あのおじいちゃんおばあちゃんとかねそれを放り投げたところなんでねうんでね僕はそこでねあの一応死んで画像を撮ってるんですよ1回1回だけ <laughs> はっきりと。 うん、ニコロまでやってた時だね2010年だったかな11年だったかなもう今が12年前ぐらいなんだけどうんいや今ね廃墟とかね昔ほどダメだねあの取らしてくれない意外と、うん、結構断られちゃうだからなかなか合法でできなくて昔は「あ全然いいよ」とか言われて、うん、許可と取れたんだけど全然うん そ,う結局ね、それで、ね YouTube、とかみんんなしちゃゃうじゃんそれで結局こう誰かが分かっちゃうと来られちゃうじゃん僕でも教えない廃墟とかいっぱい持ってるんだけどあのより流れてない廃墟とかね、うん、そこも許可取ってんのね、うん、明治の廃,あ廃旅館なんだけどとかねそこは出るね <laughs>、うん、ただ電波が悪いそう。 海、はい、日は厳しいね、今ね。あ、ニコナムでしたね。ニコナムはすごかったよ。清滝行ったの、行き金バスで行って帰りかんする。うん。あ、トウね、ト金だったらだね、あの、活ツとかね、活ツも僕、昔よく行ってたんだけどね。活ツは僕、写真撮られた時に、僕の首になんかね、あの、なんて言ったらいいのかね、妖怪みたいのが乗っかってた。<laughs> なんか鱗、うろこみたいなですが乗ってた。 <laughs> 僕のと後ろ姿をね首になんかそれが、ま、巻き込んでたなんかあとねあのおじゃが池って知るおじゃが池はやばいよあ僕一周してるんだけどあそこはいるね女の幽霊がマジでうん今ねやっぱりね捕まっちゃうよねあの住居とかでうんそう住居とか軽犯罪で捕まっちゃうからうん ななかなか厳しいと思うよそう歌ったら「おじゃが池」三点そう 3, 3時間ぐらいはあるんだよね一周すると「二個の間の時行ったよ」そううん眼科の廃墟とかあったのね今もう入れないけど昔入れたそううんおじゃが池とかね千葉はね結構伝説が多い伝承が多いんじゃない伝承が。 伝承系昔ながらばかりでしょ相部さんこんばんはうんそううんうんんうん動画流してびっくりした <laughs> わかんないもう全然会ってないからね会ってないっていうか一回待たことないんだけどもう今ほらやめちゃってるのかわかんないそううん 関わりがもう最近ないからね。そう。元気で言ってほしいですよ。カネオダムは恐怖の現場だね。うん、そう。あの先のトンネルが怖いけど電波ない。うん、そうなのじゃあ違う人じゃないのうん。うん、だから真似されたとかそういう名前を。わかんないじゃん。本人の声じゃなかったら。そう。兄ちゃん、こんばんは。お疲れ様ね。うん。 まあ、あったことないからねそうはっきり言って <laughs> 俺は俺あんまりあれじゃん配信者とかそういうのあんまり絡まないでしょそうリスナーさんとか絡むけど <laughs> そう、配信者めんどくさいんだもん絡むと <laughs> そうだか,らだから絡まないのあんまりうんそう自信あったでしょさっきね俺なんか音鳴ってたもんあのテレビで俺は俺は音鳴らないから <laughs> 両方ともあの、切っちゃってるからこれうるせえから 配信中にやられて前ね、うるさくて。そう。まあ、死ぬ時は生きる時も、もう運だから。しょうがないよね。そう。そう、千葉電波にね、あ、リーチャン、こんばんは、お疲れ様、ぴゅぴゅ。はい、いらっしゃい。そう。うん。いや、でもね、静岡が一番や、やっぱり。まだ来ないね、幽霊さん、全然。うん、てか、来れないんじゃない。 もううあの案件でそう僕ほら被害届出しちゃってるからそうほらやっぱりやられちゃってるじゃん結構いろんな爆竹とか危ねえじゃんそうロケット花火とかやられたじゃんでも被害届出しちゃったのねそう実際うんあジジ信ライブ見てるうんそうだね藤原さんねそううん だからうち俺俺,俺携帯切ってんだけどなと思ってたまに iPhone でアップデートするとあのオンになっちゃうからちゃ,ちゃんと見ておいた方がいいよこれたまになるんだよ沖縄イコール津波だから怖いよねだからねあの海の周りだからうんまあ地震報告だからねまあここだったらあの津波来ないから絶対 <laughs> ここは来ない茅ヶ崎も線路まで来ても、うん、来たとしてね 例えばこの間の東北みたいな地震があって3 0ルの津波来ても線路ぐらいまでしか行かない距離的にだから大丈夫線路の向こうだから僕あざこんばんはうんそうでもね東北のねあの震災の場所はみんな行った一回行っといた方がいいと思うよあの目にこう刻んでおくと分かるようんそう僕行ったんだよ3年後ぐらいにその地震があってねすごい感謝してたよみんなそう俺もやったからいろいろと そうでねあの時に2度あったんで関東は特に静岡のねで樹海行ったのその断層がね割れてたもんわかるあの地震がね7ぐらいの地震があったのよ2回目あの後にで富士宮とかその震源でね行ったのよ樹海行くとねそのずれてるのすごい断層がこれがのこの間の地震だってうん回だったんですよ うんだからねあれ見たら相当のずれだよ 2, 2メーぐらいずれてたよ断層がマジでそうあの時立ってられなかったもんね正直言ってすごいよだからあれ見ていやー怖いねーと思ったもうだからの海,の海側の人は特に怖いと思う正直言ってあの油断したらもうすぐ死んじゃうじゃん津波でで大体地震ってねなんで死ぬかって言ったら大体津波とかねあとは火事なんだよそう うん、あとはほら相当のまさにごんばんはね相当な古い家じゃないとねそんな崩れないですお簡単にはうんそうそうそううん自然に勝てないだいつ来るか分かんない夜中だったらもうねあの起きちゃってでかいのになって死んじゃったらもうしょうがかねえじゃん寝てるしそう逆にトラウマはねなんなきゃいいかなと思ってそううん いやだってねあの箱根のガスとか俺あのね立ち入り禁止の時に行ったことあるのね夜め,めちゃめちゃあれだよ道路の横の道路の横のこのそこに黙々と煙出て,てるからねマジでだからそこの時に俺廃墟行ったのよ一人でねガスがすごくて30分もたなくて <laughs> 死んじゃうんだよマジで臭やばいんだよマジでだからもう20分ぐらい急いでやってもうすぐマスクしてね もう本当そうだよマジうんあのもうガス臭くてダメだった本当にうんもうガスが出てんだもん蒸気でビューってでも,もガス臭いのよでもそこは立ち入り禁止じゃないのよそこはだけど廃墟のとこは結構時間いからやっぱもうやばいのよ中がもう外がすごくてこれちょっとあんまり短時間行かないとやばいなと思って。 ガスで死んじゃうなと思ってねそうでもそこをね逃したらダメだなと思って行ったんだけどそこのお化け屋敷が怖かったうんいわくがすごいんだもんそう臭いなここガードレーになんないかなんなん鳥鳥かうんそううん いや廃墟昔はよく行ったよね昔はもう最近はね行かなくなった全然行き過ぎたから <laughs> そう生やっぱね廃墟と生配信をやってたら無理なんだそうどっちかにしないと無理なのやっぱりでも廃墟は全然昔みたいになくなってきちゃったし俺結構行ってるよもう本当に情報だってグーグルマップすごいもん <laughs> 廃墟のね、あのー、情報とかでも絶対教えないうん うん、教えないことしてるその情報に関してはね、うん、それはやっぱりその辺住んでる人のこともあるしそう広げちゃうとやばいっていうのもある昔がね、あのー、やっぱりその広げちゃったんだよ「華麗なるイスロップとかね、うん、あと「スカイラブ、うん」この2つを見てねもう二度と絶対教えないって決めた、うん、結局最終的にはねやっぱ放火とかもされちゃうし うん、言ってない,いや今行かないよ今本当に軽犯罪とか住居心理罪でやられちゃうよ許可、うん、取れればいいけどそうマイナーにしておくのが一番いいと思うだってマイナーだったらほら誰もいないからさらに恐怖,恐怖度が増するでしょうんそういや華麗なる遺族怖いんだって 俺行った時ね、1月だったのよ、見っけたのはねで,で、みんな知らないのよ、住所とかね特定したのよ、マイナス10度だよ、10度マイナス10度でね、あの2階建てなんだけどね2階の階段上がって、空いてたのねうっと上がって、荷物がいっぱいあって2階の階段もね、上がって左に曲がろうとしたら、いきなり <laughs> 家ですよ、家 <laughs> あの葬式で使う家が こっちを睨ん,でんだよ <laughs> 一人だよよ人怖くね <laughs> あれはねあの鈴子さんのね子さんの位牌なんだけど全部ね僕,僕家族構成全部分かってんの、ね、よそうその人の旦那さんが信じるビジネスで儲けてそのおばあちゃんの家だったのねおばあちゃんに買っげたんだよそう別荘みたいな感じで怖いよマジで <laughs> うーん そうでお兄さんがあのね皇族関係の仕事をしてたわけよ。そうすごいでしょ詳しいでしょそうみんな,知らな多分知らないと思うのそういう関係を。で今ど,どこにお墓があるかっていうと、うんまあ、東京都にあるんだけどその場所もちょっと言えないんだけどね。うん、でおそらく3兄弟だったんだよおあの女の人3兄弟だったのね。うん で財団イギリスの財団がその占めてて全部ね結局多分おそらくその家族には遺産が行ってないんじゃないかなっていう晩年はねあのホテル大谷,大谷っていうところでね年間2億円のところを余裕で住めてあのホテル住,住まいしてたからそうだから相当お金持ってると心中でビジネスで成功した人なんでそう知らないでしょだから華麗なる1億なん分かるでしょ 華麗なる生活をしてたか一族だから「うん、だから華麗なる一族」なのよ。はい「いねさんこんばんは」そううん僕は知ってるけど「はいこんばんはね」「はいタさんこんばんは」そうだみんな分かんないじゃん「あの華麗なる一族」とか言われても「ロイヤルファミリー」とも言われてんだよそう英語版で言うとね「ロイヤルファミリー」知らないでしょだって僕知ってるもん全部その情報をべて調べたからうん。 そうただお化け出るところじゃんお化け出ないからそこは <laughs> そうだからあれはあの呪いのビデオが勝手に作ったわけでそうねお化けが出るって実際お化け出ない、うん、ただあの1階にある今の今んところにあるまあこのね高さが高いんだよ洋風だからねその上の方に置いてある般若の面がめちゃめちゃ気になってました。<laughs> うん うん、解体されちゃった。うん。<laughs> そう。もうね、解体っていうかね、2階が崩れ落ちてきてたから、で、多分、おそらく地元の人と、そのね、ねもう、多分ね、所有権バラバラな状態になってんだよね。でも、じゃない、ね、町の予算で多分、箱根のね、予算で、解体したんじゃないかな。あの、お面はどこ行っちゃったんだろう。半仁屋の面。めちゃめちゃ高そうなんだけど、あれ。古そうで。うん。 あのなんかぶりたかったもん犯人はあれかぶってたら多分取りつかれてたなと思って天狗あったのは違うね全然あれはもう奥志賀の方だね奥志、うん、賀の方あれはもうあそこにんかイノシシいるから猿もいるし結構危険だよあそこクマもいるし、うん、でかいんだよあれは食中毒で、うん、あの大勢食中毒でねやっちゃったわけよそれで俳優になってたのね うん、そういう場所にだから詳しいでしょ意外とそういう情報って、うん、でもあそこ別で天狗の湯っていうかね天狗のねお面があんの、ね、よそう、うん、夜逃げ状態だから簡単に言うとあそこはまあ死んじゃいないと思う仏壇あったけど般若の面飾ったったのよそう怖いよ般若の面 そそろそろ時間が出る時間かなまだかな何の音うんとか言ってなんか機械音かないやかぶりたかぶりたかったんだよ正直言ってだから取りつかれてたんじゃないかなそううんそう見た多分 かリンコがいる。ちょっとこっち行ってみるか。うん。かぶって配信、ハニ若の、あ、だから、あそこも行って、和歌山の。してる人形供養のところ。あの有名でしょ。和歌山の。そこにもハニ若の面とかね。あの、なあれ、おかまみたい、あ,あるじゃん。なんていうの、あの、女の人の面。やばいんだよ、あれ。 見てたらなんか取りつかれそうだったもんすごいよあれね念がすごい念がねすごいよマジでもうなんか睨まれてる感じがオーラがすめちゃくちゃ暗くないそう犯人のなん,なんていうのあれ女の人の面あるじゃんそうおたふくだっけあ,あれ怖いよね <laughs> リアル感がオカメだっけ あの女の人のあれ怖えんだよあと幽霊掛け軸とか見たことないでしょやばいよ幽霊掛け軸とか見たら京都にあんだけど見ちゃったんだよね <laughs> うん見た次の日うちの親父撮ったらうちの親父の首はねえんだよ <laughs> 写真撮ったら <laughs> やばいこれと思って <laughs> こう多分この畑だな 肥料を使ってんだな。この匂い,い臭い匂い。あ,あれ、怖いよね。あんだけ。で、しかも昔のやつって。俺はもうその年季が入ってんじゃん。幽霊もすげえリアルなんだよね。わかる。すごいリアルでしょう。うん、そう。多分牛の糞とか使ってるとう臭いんだあれはうん。体にいいのかもしんないけど、<laughs> ゲップが出た。すいません。 怖いよね京都にあるからぜひともちょっとねなんとか跡っていうところがあるんだよそこに幽霊掛け塾あるんで見てください。決して写真を撮撮ららないよように撮ったら取り憑かれますよ言ってたもんお寺の人も「これ写真撮ったらどうなんですか?」まあ結構ね黙って撮っちゃう人多いんですよ」とか言って「いけないんですけどなんでいけなくしたかっていうとそういう、ね、あのクレームっていうかね「お払いしてください」っていう人が多くて。 で写真をやめたやめたんだととあの撮らないようにしてくれって言ってんだってうん撮っちゃって後に呪わ呪われたとかね <laughs> 自業自得じゃん <laughs> ねそう写真 NG はそのなんで NG って聞いたんだよ俺全部結構親切にうちの親父もいたから親切にしてくれて、ね、これ写真なんか撮撮ってる人もなんかネットで見たりいたんですけどして でマイナスがねその写真があったやつが聞いたらあれはなんかね借りてたやつだから返しったってことですそう撮ったらそう,そう俺も俺いつも撮ってもいいんだけどあんまほら別に呪われてとかやってるからねからそういう人が後で後にお祓いなんかね不吉なことが起きて「お祓いしてくれませんか?」と「実は写真撮っちゃって」とかそういうの多くてでと撮れないようにしたんだってだからとほらお寺も大変じゃんそう。うん だったらね。最初が撮るなよってね。<laughs> 弱いかなーって。心霊スポット行ってこいよ。一人でって。<laughs> うん。撮りたい。でもね。夜ね。やっぱ1人でね。怖い。山とか行ったらわかるよ。めっちゃめちゃ怖いよ。かずさん本当に。うん、色んなね。あのー、山とかはね。有島さん、スパチャありがとうございます。いつもすいませんね。いろんなことがあるから。<laughs> ね、例えばあるは熊が出てきたとかねイノシシが出てきたとかね山行きはリスクが多いのよ夜は特にね夜行動する動物はねそうやっぱりいるわけよそういろんなのがいるんだよ本当にうんだから気をつけないとね危ないと思う,そうだから僕もあの行く時はそのクマスプレーとかねそう持っていくわけようん 4箇所行きます気をつけてねあのさんうんそうありがとうございますそろそろ出ないかなこの辺でいつも来るんだけどねこの木かなやっぱりこの木切っちゃったか出ないかなこの木が前回あったんだよね切られちゃったんだけどうん割られた、うん うん、一人で霊山寺行ったことあるあとね沼津だとねあの水,で水神社っていうとこも怖い電波ないけどね、まあそこに、ね、雲出るんだけど若い時にだ静岡が結構レベル高いんじゃないかなと思う今までの経験上一応ほら全国行ってるんだけどある程度ねやっぱり静岡が皆奇現賞多いね一番うん僕はね 夜行性だから動物はこれがね今ここだからまだいいけど、うん、これが山のところのこういう田んぼとかだったら、まあ、この辺が言うねあのさんがお使いすもねものね宮ヶ瀬とかねあっちの方だと熊出ますから <laughs> イノシシも出る鹿も出るしねそう,そうこの辺は出ないからね安心してできるけどうんだからそっち行けば行くほど対策していかなきゃいけない。 そううん、今日はねあのよくあの終わり間際に変な怪奇現象が起きるところに来てますね、うん、静岡も全部行っちゃったけどねほぼね、うん、そうもうだってぼぶっちゃけあの京都とかも全ほぼ全部行っちゃったじゃん滋賀も愛知もほぼ行っちゃったじゃん三重も行っちゃったじゃんほぼ、うん、岐阜も行っちゃったじゃん うん、その辺はね結構攻めてたからうんいや一番怖いのはあれかなやっぱりもう僕は見た目が怖いのは土葬墓地だね <laughs> あの土葬墓地って知ってる土葬墓地あの木の若干ですよ焼かないんです焼かないであの土の中に埋めちゃう3メートル下に。 栃木はね、あんま行かないよね。なぜ行かないかというとね電波がない <laughs> 日光とか行ったんだよお前あの氏蔵さんみたいのがいっぱいあるとこも行ったしあそこも電波薄かったそうたまにね行けたらいいねそう茨城とかも昔行ってるし静ね、あの、栃木もね何回か行ってるんだよ、うん、福島はほぼ行っちゃったじゃん宮城もほぼ行っちゃったじゃん そうあとどこだろう中野もほとんど行っちゃったじゃんうん芸術よかったうん行けなかった真実分もあるよやっぱ全部,全部は行ってないからね群馬も行っちゃったじゃんほぼうんそうお化けでもねあれやばいよねそう土葬は怖いよでも見た目が怖いこうやってねこういうとこあるじゃん土があってね森土になってんね その上に木がポーンってまだ新しいやつはいいのよあの木が古くなってくると斜めになってくるこうやってビーってこうでたこう斜めになってくるってことはわかる中のご遺体がね土にかえったってこと、うん、人間したないの土葬って仮葬しないのなくなったら今はビニールに巻いてねじあの体育座りにしておへし折ってね 丸いおか,んおかんですね漢桶に入れて地下 3m に掘って入れ埋めるのその代わりあの亡くなって埋めてから10日ほどすると腐敗臭がすごいので <laughs> プンと匂ってます <laughs>、うん。で京都だとその柵があるんだよねお墓に。なぜかというと動物が掘って食っちゃうから、ね、食わないようにこう。 そういういんですよ一回ね京都の土葬墓地でね、まあ、すっごいげんげん電波も弱かったんだけどギリギリラインだったんだよ深いあっ泉さん作ったのにねキョロキョロ <laughs> ね土砂崩れでねその棺桶がパラッペレッとこう分かる倒れちゃって布団も取れちゃってたのねでソニーのビデオカメラでこうやって、ね、ズームしてたのよ距離的には1 5ートルぐらいだったのね肉眼ではなんかビニールが見えるなってぐらいだったので見た瞬間に なんかあの体育座りの生首がない首がないご遺体を見えたわけで,で色がねもう茶色なんですよ黒っぽいのもうわあ腐敗してるってミイラだね簡単に言えばもうミイラカになっちゃってミイラカ首ないん、ね、首が首はほんの下に落ちてんだよ <laughs> そう生首はだから首はもうへし折れてと。 昔なんか耐えないそ葬なんかあの,あのね四十九日ってあるでしょ大体四五どんぐらいだろうねもう見高しちゃってるからねうん縮んできてるからもう色的にもう真っ黒だったからうん首は落ちちゃうよもげるよもげるもう四十九日ぐらいでもうもげちゃうんじゃない重さで耐えられな,耐えれなくなっちゃって昔は京都はねそういう儀式があってね 親族が四十九日に墓を行って掘り起こしてご遺体を家まで持ってってお風呂で洗ってたわけよ。で目ん玉が取れたら首が取れたりとかしてた。<laughs> やってたんだからこれつい最近まで本当に。で最近はやってないらしいけどやれないよね。なんで四十九日で墓から出すの埋めたの <laughs> わざわざ <laughs>。しかも洗う <laughs> あらねえだろうっていう。<laughs> 怖いよね。ポロッとか言って <laughs> メンタ、目玉、目玉取れちゃうからね。うん。そう。ポロッとか言って、グーヒット吹き取れたら怖いよね。うわあとか言ゃもう <laughs>、逆の面でね。うん。めちゃめちゃ。いや、やってたらしいよ。でもほんと、今から15年前ぐらいもやってたらしいよ。いや、親族も。はい。猿さん、おやすみさい。またお願いね。 お疲れ様ですままたよよろししくお願いします。すそそう、放送ギリリーね、<laughs> そう。ギリだね。ごい臭いからマジで埋めてチョコ10日ってのがあったよ前なんか地面から匂うんだよすごい洋服とかついちゃってファブリーズ買ったもんコンビニで <laughs> 匂い消えなくてそうお風呂で洗ったらしいよ調べてみなほんとやってるからマジでうん でもさすがに若い人とかもうやらなくなってくるからねだから昔の人ってすごいんだなと思ったよくやだから昔の人っていうのはみんな言われた通りやるでしょ今見て反抗期じゃないじゃん <laughs> 今反抗するじゃん <laughs> 何でそんなのやんなきゃいけないのってなっちゃうじゃん昔の人ってね特に村とかだと町とかねやるんだよああいう人って、うん、でね 土葬、<laughs> きついでしょだからいたいねそのね土葬にしたい人っていうのはなぜか言うのが「うん亡くなってね死んだら火葬したらや暑いだろ」って「暑くねえし死んでるし」<laughs>「暑くねえだろ」っていうの死んでるからねそうまあ衛生上考えたら絶対土葬はダメだようん。 そ病気の関係でだから土葬はみんなしなくなってきてるんだよそううん足元とかよく行ったよ昔ねうんあのアフリカケンネルとかしてる埼玉あそこも行ったし旧小峰で僕は煙見たねうんママとんか落としてるきついでしょ そうだからねあの土葬とか岐阜とかはあのもうやってないんだけど残ってるよまだうん滋賀もやってるねまだね一部土葬 <laughs> 滋賀土葬やってんだよ調べに行ってきますよろしくお願いしますだから昔はねあのビニール入れてなかったからだいたい土に買うだから樹海のよくあるでしょ樹海で 僕見た,見たんだけど洋服がねあるんですよ。でもご遺体がないんですよ。なんでか知ってます、うん、洋服とか靴はあるのね。でも物がないわかる、うん、まあ簡単に言えばこのままね首つって死んでるとするじゃん。で雨にこう打たれるでしょうん。 溶けてくるなくなっちゃうんだよね、うん、なくなるとこの守護硬直でこの突っ張ってるはは腫れてるような手がこう吸いすくって感じだね縮んでくるっていうねこれが守護硬直なんだけど、うん、それが始まるとだんだん今度腐敗してくるわけよね腐敗すると腐ってくるじゃん皮膚とかがそうするとなくなっちゃうわけよねそうすると今度骨になってくるじゃん骨が雨とかが当たると分かる 削れてくるわけ骨が。っていうことはね骨が全部土に帰ったってことなんですよ。うん、だから服はあってもそのご遺体がないっていうのは、うん、いわゆるもうそのままね土にかえちゃったんですよ。でねよく奈良とかね京都ってね土葬があるところってなぜかしてお茶畑があるんですよ。 これ石丸さん聞けば分かると思うんですけど石丸さん行ってますから土葬お茶のお,お茶畑の横なんですよねだ京都のお茶土葬飲んでるんですかねねなんかなんかね大体山ん中なんのよもう条件がね今うるさくて人に見えないところ川がないところね地下3メートル。 落としてんのうんいや旧小峰で僕ね落としたんだよパーンってそ,そ,のその瞬間に煙が現れて煙がねトンネルの真ん中真ん中で消えてうんこれ見てる僕2010年4月僕は始めた頃見ちゃってるんですようん そうミラーになっちゃう場合もあるんです状況によっては条件が揃っちゃうとね、うん、でも言えるのはもう死後硬直でこう縮むってことだね縮むだからクマとかあるじゃんメンタル強いですよ僕だってもうあと仕事が昔はね介護やってたからもうその「み取り」ってやってたんで「われみ取り」って最後最後の瞬間ですよ人の死見てる何回も うん、あこの人あとどのぐらいかっていうのも大体わかるもう経験上、うん、全然そんなのもうビフトもしないうんめンタル強いですねそうもうわかるよなんかあのね一番すごかったのが亡くなる寸前でなんかいきなり手が上がって <laughs> あ呼ばれてるって <laughs> 死神に呼ばれてるって <laughs> そう一応応援呼んできてなんかあのおばあちゃん 何々さんあの手を挙げてるけどこれもしかしたらもう呼ばれてるっつって多分呼ばれてるっつってそれから40分ぐなくななくなったでもなくなってはいないんでまだ医師の判断がないから死亡感そう一応生きてるの息がなくてもで夜中に来ないから医者は医者はね、うん、死神が来た迎えに来て、うん大体に、ね、こうやって手挙げるようん みんなだって多分おそらくねあの見たことないと思うけど顔のねかわいそうだよ苦しそうな顔してるっていうのはもうえら呼吸しちゃってるからもう時間の問題なのね、うん、肩呼吸が始まるから最初ね肩で呼吸する肩がこういうの両方動いちゃうの勝手に、うん、はいジェイさんピヨピヨ両手両手だったわ でそれが終わると今度ねあのエラ呼吸ってあの顎で呼吸するのねもうそうなったらだいぶ24時間もたないんでまあ長い人で心臓が強い人で7時間うちのふくらは8時間ぐらい生きたねな心臓強くてやっぱりうん呼ばれて医者にねもうちょっと危ないからって言われてうんメンタルと成功どうだろうねもうどこともうダメかな <laughs> 最近は <laughs> メンタルの方が強いんじゃないかな もう年だからねうん、うん、そう温かいよ30分後ぐらいになったら縮んでくるようんあのほっぺがだんだんこうこうやってこうチクッと吸い止まる分かるこう膨らんでるのがこう,こうなってくる縮んでくるもうそれ死後硬直だからでもこれまだ生きてるからね日本の法律上は生きてるし心肺停止でも生きてるわけよ、うん 心臓と肺が止まっても本当はもう五輪中なんだけど先生が死亡を判断するから先生が来るまでは生きてるうんそううんそうでも俺ね夜勤の時当たんないんだよね <laughs> 一回も当たったことないんだようん当たったことなかったね夜勤の時みあもうターミナルいっぱいいたけど <laughs> 当たらないんだ日中の時当たるんだよ俺よく日中の時当たるんだよねよくうんそう安倍総理はもうあの時もう死んでたね心配停止だよねあれは俺もね言ってたんだけど奥さん来るまではね元総理でしょだからねあの死んでんだよ先生が判断しないわけよわかるでしょ死亡ってしないからそれは奥さんに来てもらうために 言って政府の関係がやってるのよね本当はいけないんだけどね、うん、いやもうのあの時点で即死だよね、うん、そう。だから夕方ぐらいになったでしょもう死んでんだよただもう3速3速入れてても死んでんだよもうこれでこうビーだよ上がってないよここでわかるあのビーってこう,こうラインこうなるじゃんこうなるのは。 もう一直線ビーってもう死んでるからねうんそううんで奥さん来て初めてこう医者が死亡診断って感じでもんだから即死だよね早話はあの写真見てるけどもう死んでるよ完全に、うん、まあもろ当たったでしょだあれ散男銃みたいな感じだよ こうなな何個の弾がパーンって当たってるからもう即死だよねうん介護は大変ですよだからやっぱりねあの最初の頃にもう人の死を見ないとあもうダメだね長く続けられない仕事だと思ううんもうあれ死んでるよだってもう血の気んないじゃんもう守護工場が入ってたじゃん、うん、あ,のあそこに1時間置いた時点でもう死んでるよ ただ総理だから元ねで奥さん向かってるって言ってあのやってるんだよねうんそう脈もないし、ね、血圧も測れないしもう心臓と早く止まってるしだから大変だと思うよあれあれ心臓やってるからねマッサージずっと来るまでやってんだよあれ代わり番号にみんなしてたあれ昼頃だっけ 夕方でしょあれずっとやってんだよみんな心臓をこうやって心臓マッサージやってんだあれあれやんなきゃいけないのよそうだからもう折れてるよ暴れとか全部うんだから病院行っても全部やってんのこれみんな誰かもう順番でやってんのこれみんなだか,らかわいそうだよね疲れちゃうよねそう俺だったらもういいよって <laughs> そう そうだからあれで心臓をこうやって動かそうとしてるからねそれやんなきゃいけない蘇生措置をねうんで病院行ったってやってんだよあれずっとずっとマッサージやってんだよそうでもうそろそろいいですかってなって来て来て,来てとりあえずねうん死んでるのが出ないビーだよもう死んでるから <laughs> そうそうそうだからもう見た時には多分おそらく もう死後硬が始まってるから多分ねまあ顔が変わったと思うよ多分うんねっでも逆にあれじゃない苦しまないであの一瞬だったでしょ、うん、だからまああのねあの死に方としてはだから大変だ嫌だよねそのひどいけど亡くなった時にその楽だよね楽だったと思う逆に苦しまないで死んじゃってるから うん、逆にねもう即死だからほぼねそう大体病気の人って苦しむじゃんみんなで痛みとかがんもそうだけどねそう飛ばしちゃうんでねあの医療用麻薬でねそう麻痺させちゃうわけよ痛みを、うん、お今落としたでしょドンってやっぱこう終わりまげになるとなるのほらもう50分じゃん 今ボーンって言ったそこでここなんかあるよね大体俺が終わる寸前ぐらいになると何かが起きるここ今聞こえなかったボーンって YouTube ね巻きも出てできるんでちょっと聞いてドンとか言ってでもね環境的にこういうとこのが煙出るんだよな多分 大丈夫なんか寄ってきたかないませんよねいや帰りますよだから明日だってもう朝早いんだよそうだ11何にも接骨院始まるからちょっとね早く行かなきゃ大変なんだよだからもう1時間かかるから飯食って薬飲ましてねいろんなの塗ってそれでさ,さあ 行かなきゃいけないってで飯も買わなきゃいけないんで買いに行かなきゃいけないから大変なんだよっ言ったら何気にそう今日わらわらら余裕がないから終わってから買い物にもも行かなきゃいよね聞こえたでしょポンってまあカエルの頃そうだから土曜日とかだとねまあ2時間とか3時間ねそのぐらいできるんだけどまあ体力次第だけど先週はちょっと雨でねやられちゃったからああげっが。 うんえー、なんかいたかな明日キャスやんないね明日やらないやらな、ね、い、うん、はできないだからほら帰ってくるの遅いからそうもうあさってだね多分でやれるとしたらあのお買い物キャスはうん あさってか金曜日あ金曜日も節骨戦なんだよな俺なはいピヨビ,ビオレッドさんいらっしゃい久しぶりねもうすぐ終わっちゃうんだけどね今日はねそうフェーズ材1所なんで聞こえてないなんかちっちゃかったからねポンってなんかボンってみたいな落としてた聞こえたでしょなんか落としたんだよわかんないけど大体いつもこの辺なんだけどなんかねここはねほんとね終わり間際になるとなんか起きるの そういう音とかね、声が聞こえたりとかすんのよ不思議なところなのなんか、前半全然聞こえないのうん、よろしくねそう、だから火曜日とかはもう接骨院入っちゃってるから、科目はねやんない、月曜日は最近病院ユニクロ高いよね、そうよ巻き戻してね、よお願いしますマキさんね、よろしくお願いします今日ユニクロ行ってきたんだけどユニクロ高いよね靴下買ってきてパンツ買った ゆれ黒のパンツってあれなんだよね全然あれなんだねうちのうちのボクサータイプ買ってあげてんだけど聞こえたかぶってたなんかあ,あれだよね持たないよねあんまりねこれスズムシこれ何これ何あれかなはあれかな植木のやつか寝上がってるよね調子こいてるでしょ そうでも物がねまあまあいいからね靴下でも穴あくよもう俺穴いたもん靴下穴あいたユニクロうん巻き戻しそう乙女の祈りはい皆さんお茶ありがとう。 うん、知ってる乙女のにらり,りって皆さん知ってる知ってる方いるあてありがとうねお茶ね知ってるお女めのにらりって宮城県のね松島にあるんだけど本当にやばいんだこれははいともみさんこんばんは佃煮ねもうすぐ終わっちゃうんだけどねまた多分土曜日やるかもしんない雨降らなかったら先週ね雨降った彼さん佃煮ねいらっしゃい <laughs> そう 遅くまでやってんだ仕事ね <laughs> ダメかいないか知ってるうん調べてみて結構やばいからマジでそう僕のねあの動画ね過去の動画にその呪文が書いてあるのね解読すると死んじゃうそれあるんでね僕写してるんで。 うん、ごめんなさいね平日ちょっとねあの親の面倒見てるからねちょっとねそう寝不足しちゃうとねちょっと寝坊しちゃうとやばい、ね、<laughs> ごめんなさいね本当にうん「日立の木」「日立の木」じゃないんだけどいやこういう感じなんだよ本当にこういう感じだったのねこういう感じでその切った切り株のとこに彫刻刀でねこの時をもってなんとかなんとかって書いてあるわけよでも俺が見た時にはもうね もう何書いてるかわからなかったけどうんそうはいまたねースターさんおやすみなさいそう疲れんだよねしかもうちの親父ゃん外出させなきゃいけないから病院がね今日も病院連れてってたからその健康診断とかインフルエンザワクチンとかねそうでその後にほらいろいろ買い物とか行くでしょそううパンツがなんかもう なんかもうは,はげてるとか言ってきたからもうねじゃあ買いに行くかって言ってそうで飯食いに行こうと思ったんだけどちょっと昼だったからちょっと駄目だなと思って混んでるからもう他壁にしようっすよ今日は明日ちょっとね連れていかなきゃねえから飯を連れていだからなんだかんだ言って朝8時に行ってだいたいねだいたい今日も2時半3時頃だね 入ってきてるのはうん。はい、お疲れ様ね。そう。うん、あ打っといたら打っといた方がいいよ。まあすごい流行ってんからでもね。多分ね。もう予約がいっぱいだと思う。僕も先週打ったんだけど、僕の時よかったんだけど、先週の金曜日行ったらね。もうその時点でもう11月だなのって。僕その前の週の月曜日に電話したのね。予約したら金曜日やったの。まだもう今すごいんだ。予約が。 で、うちの親父のとこはねなんかしないけどねあの予,約予約いらないんだよ高齢者そのまま打てるん <laughs> だから高齢者だけだと思うんだけど打てるのは多分そこはうんそう全然打てるんですそうだから子供たちとかね <laughs> 打っといた方がいいと思うよ流行ってるから今ねかかっちゃうとなんかね今回のインフルはなんかねお腹痛くなったりとかオートとかねいろんなの起きるんだってだからちょっと そう早めに打っといた方がいいと思うね免疫つけといた方がそう皆さんも打てるんだったら打っといた方がいいうん今すごいんだって病院がインフル病がすごいんだって疲れるよだから明日やっちゃえば水曜日は楽なんだよ、うん、水曜日はで木曜もまた続いていくでしょだ今週はそれだけで終わりなので来週がちょっと月曜火曜木曜土曜 <laughs> わかる連れていかなきゃいけないの、ね、よ石骨に酸があるからそう2300円でしょそう2300円だった大変だようん,うんうん出かけるとねトイレ解除もしなきゃいけないから実うんあその時に予約できたよかったね,ね早めに打つ方がいいよただねちょっと打つ時に俺はそうだったんだけど左で打ったんだけどあの 打って5秒ぐらいするとズキズキズキってくる <laughs> なんかそのなんていうの重てえなーっていうその多分液が入ってきてんでね、うん、でそれでまあ肩上がらないとこじゃないけど今3日目なんだけど触んない方がいいね触ると腫れちゃうからうんその日はでもお風呂はあのシャワーだけだね入れても浴槽は入ってたのやつうちの家に言っといたんだけど入っちゃうんじゃねえかなってそううんちゃんと浴意した うん、打ってないでも今年やばいと思うよ打っといた方がいいかもしれないよあのー、今までにないんだってかかってこんなに多いのうんそうお風呂は中入っちゃダメだってシャワーだったらいいけどこれこすっちゃダメ、うん、痛いよ多分 <laughs> 肩に打つからねあのー、僕はその日にあのね左インフル右ステロイド注射打ってるから。 この肘のところの裏側に打ってんのねそうそれでちょっとだいぶ腕が少し良くなったんで今日ちょっとまた疲れてきちゃったそう腕がもうダメだったんだすごいもうちょっと重軽いタバコとかね箱持つだけでもうポロンと落としたの力入んなのっつって痛くてうんいい潤いたでしょすごいんだよ多分これ外人から映してんだよそう流行ってる流行ってるすごいよ やばいっすなもう今までないぐらいは流行ってるっすなでほらもうかかってもう薬がないんだってタミフルとかもなんか全然ないらしいよ今追いついてないらしいからもうそのまま自力で治すしかない <laughs> 自力でかかったらもう食欲もねえじゃんうんまあいろんな種類あるけど多分あると思うけど子供がねだからないっつってたよなんか子供がすごいんだって そうおかしくなってやっぱり結局ほら、ま、みんなあれじゃん今までほらみんなマスクしてたでしょだからインフルも流行んなかったじゃんでも今マスク取っちゃったじゃん取る人が多くなってそれでもう外人もいっぱいいるでしょ外人の人って免疫強いからなかなかかかってねえんだよねそうでも持ってるんで持ってる中で喋っちゃうからうつっちゃうそうあれも飛沫だから喋ってこのね駅唾液とかあるじゃん駅ね唾とかもそうだけど もうそれで感染しちゃうからおめでとうだからそうで俺もだから今年3月に京都ねうちの家事と俺といとこで行ったのねそうで帰ってきちゃうからいとこインフルかかっちゃったのね <coughs> どう見てもインフルの発症を見たら京都なんだよ嵐山なんだよ <laughs> 嵐山でちょっと食べちゃったのよそこで外人がいたんだよそこでもらったんじゃないのっって,言って だけど僕ななんかつんなかったの僕はインフル打ってたからそう半年ぐらい持ったんだねだから免疫がそう全然かかんなかった言わねえんだよ <laughs> そうでも俺はいつも大体11月頃ぐらい打つんだけどちょっと今回早いんだけどねあい不安だよねだから打っといた方がいいと思ううんそうそれで予防してねインフルワクチン打ってもかかる時はかかるからね そうかかる人はかかるんで本当に打っても、うん、でも打たない理かは絶対マシだと思う、うん、まだね打っといた方がいいと思うインフルねワクチン打ってもかかる人はかかるんでよ本当に <laughs> これ不思議なことに <laughs> そう僕はかかったことないの一回もでインフル患者も見たことでもえつがってた <laughs>、うん、そうお守りでねそう打っといた方がいいと思うそうでもね僕施設の時インフルのその患者さんね 見た時タミフル飲まされたよ <laughs> 3日間 <laughs> 予備でタミフルは予防なんだってでかかんなかったもん全然「あっ富さんこんばんはねいらっしゃいそうそうマスクは俺はあの基本的にあれだねするねそううちの味がいるからやっぱりしないとちょっと難しいえ何か喋ごいり声聞こえなかった遠いななんか。 こんなとこと人いねえもんなもったいないしょうがないうん平日だからね土曜日また見てよろしくねうんちょっと雨降んなかったら土曜日どうしようかなどこ行こうかなあそこも行きたいんだよなあ,のあそこあこれかこの車輪っこかそう喉ね俺かかっちゃったんで前喉もねやばいんで飛沫なんだよやばいよ喉ほんと1週間くたばるからマジで。 何も食べれなくなくるからあのねあのうんこだけでもかかっちゃうからね感染するからねノロ48 8時間だから2日間2日間で待機ほんと2日間で来たもん発症しかも夜勤の時に夜中の3時ぐ過眠してたのね休憩でその時に気持ち悪くなって吐いてそう調べたら <laughs> 急性胃腸炎ノルではなかったんだけどそう1週間そう1週間ノルでだ,だから。 そう、みんな移らなかったら良かったけどね。そう。急に来たもん。タミフル予防なんだって。うん、考えていきます。はい、気をつけてね。うん。うん、かかるかかる人かかるんだよね。だから免疫で。すごいよ。だらただ、うん。この始末しただけでマスクしてなかったのよ。油断しちゃってね。それだけで感染だから <laughs> マジで。うん。 こだからオートとか喉はねあの皆さんもし子供さんとか吐いたら服絶対捨てちゃってビニール二重で、うん、あとキッチンハイターあるでしょキッチンハイターはペットボトル500ぐらいで、まあ、あのピンクの蓋があるじゃないですかピンクのあれの半分ぐらい入れてね原液をねであと水でボーっと薄めちゃうんですそれ一応24時間使えるんでそれをかけます新聞紙に。 うん、そこで新聞紙でピーってやってねそう拭き取りますねで拭く時もあのいらない布でもいいからそのハイターでピーってねその混ぜたやつでね自炎酸なんだけどねそれで消毒ですであの洗濯機洗っても落ちないんで捨ててください破棄うんもうついたやつはもう全部破棄あの感染そこから感染するからうんすごいねなんか。 捨てたほうがいい捨てたがいいもう洗っても落ちないからあのコロナあのコロナとかだったら落ちるんだけどインフルじゃないあのノロは急性腸炎はもう捨てなきゃダメです20年、ね、ビニール20で手袋してであのカッパ D からカッパ D からあとマスク20うんう <laughs> るから <laughs> そうで新聞紙でこう,ふこう拭き取るって感じでまあ床とかついちゃったらそこのとこは、まあ、また新聞紙で拭いてって感じ それであの作るわけねキッチンハイターでねそうそれ48時間持つからで二重にして捨てると、うん、燃えるゴミに捨てちゃう完成すごいね本当にそれがあの施設とかの対応なのねうんエプロンでもいいあのエプロンっていうかあのカッパでいいよね100円のカッパとかうんであの足もビニールとかあるじゃんあのビニール袋あるでしょあれでこうやっておくとかそう うつ、ん、っちゃうからマジで48時間の感染だから48過ぎてまあ3日間か4日間過ぎれば多分大丈夫かからなかったでも1週間かかったら1週間もうくたばるからね何も薬ないからねそううんそうまあ自分一人だったらいいんだけど家族がいいんだったらほら家族に感染させないためにねそう隔離うんうん 捨てた方がいいです。絶対的にもうみんな捨てます。洗っても落ちないんで、あの金はすごいからやっぱり、そうハイたらでその現液の蓋があるじゃん。蓋にちょっと現液入れて半分ぐらい入れてペットボトルにポーンって入れてペットボトルあのキリみたいな穴開けるんだよ。わかるでしょ？上蓋をポンって最後にでシャーってかける。シャーって、うん、そう二人ともね小さいからね。映っちゃったらおらお母さん映っちゃったらもう大変じゃん。ダが見んの飲んなっちゃうじゃん。そう。 ななるべくかかんないよねだから一応カッパとか100円のカッパとかあるじゃんああいうの用意してた方がいいかもすぐ取れるようにで新聞紙とかでもいいからまあキッチンペーパーでもいいかなそう最悪はうんそれで拭き取ってでさらなお,なおかつその床も拭き取るとまたね綺麗になるまでそうしないと落ちないよねそうアルコールじゃダメなんだよまたね呪ルはねそう それが対策な <laughs> で一応作れば48時間持つからうん想像できるからそう <coughs> もうみんなダメになっちゃう誰も見れ,見れなくなっちゃうじゃん <laughs> で食べれないからあのねあのおまあ OS1 とかねあのそうできれば水でも飲めればいいねそう3日間ぐらいすると多分もうだいぶくなる食べても入っちゃうじゃん上から下からパッて全部でも食べないと死んじゃうから そうだねパンぐらいからだねそうパンぐらいから始まってって3日間ぐらいはもう水分なんとか飲む水でもいいから頑張って体力落しちゃうからねで一応ねあのげ、まあ、あの人間がね、まあ、1週間ぐらい食べないと水分を取らないと大体死んじゃいますうん <laughs> そうだからよく言うでしょうがなそうなった時にその何日間ってあるじゃん その生きれるか死ぬかの何日間って一週、たい一週間ぐらい。そう、ま五、あ、日から一週間ってところね。うん。食べたくなって飲まなくなったら死んじゃう。うん、元気でも体力なくなっちゃって。もう四日目五日目、五日目になると歩けなくなって喋れなくなる。最終的には死んじゃう。うん。だから食べなきゃいけない。頑張って食べなきゃいけないね。そうね、そうね、生きるためには食べなきゃいけないというね、恐ろしいよね。 うん、そうそう脱水とかになっちゃってあのおしっことかうんこ出なくなっちゃうから最終的にねそう,もうそうなるともうやばいんだよね厳しいかなかなり <laughs> そこまで放置しちゃうと生存する率がひくだんだん低くなってきちゃうと思ううんそういうことですね皆さんありがとうございます なななんかか寒くなってきたのそうだからね皆さんもこの冬になるとねそういうのもね大きくなってくるからちょっと気をつけてねそう、うん、あと CNS ソフト行って取り憑かれてねあの結局あれだと思うよなんか変なの起きるっていうのも自分の恐怖心が出ちゃってうん、うん、ありがとうねいい,い,い,いいと思う。 そ,うそれで俺は取り憑かれたとかいうのをなんかだからメンタルなんだねメンタル面もあるしだからお払いなんかしたって正直別に効かないかもしれないじゃんでもそういう人って言う行けば楽なんだよねお払いがねうんそう僕なんか俺聞いたけど全然うん別にいいかなってそうただ死んだら向こうの世界でお前を苦しめてやるって 幽霊によく言う,よく言う俺 <laughs> お前を絶対助けに行くから覚悟しとけって <laughs> そのぐらいの気持ち持ってたねそうありがとうございました、うん、そうだからねあの医療関係やってたからねある程度教えられるんだけどだから僕要ら一回もかかってないしコロナもねそうもうとにかくアルコールだよアルコールで手をね 消毒すれば、まあ、確率的にはかなり良くなるんじゃない感染率考えたらあとマスクだねうんマスクもねやっぱね医療用マスクなんだよね生かすも死ぬもそうこういうとこだったら別にあんま人がいないからいいんだけどはいお疲れ様ですじゃあまた次回に、ね、よろしくお願いしますありがとうございましたちょっと一風しよう一風したら帰ろう うん、<laughs> そうあ腰が痛いあ腕痛いあでもね軽いな意外とまだんか霜入ってきたもんなすっげえなあれなんだねすごい寒くなってきたんだね車が曇ってるもん曇ってきてるよボディーが寒いんだなやっぱり寒いんだこれ いいんだ、これ。なんか、行くときも曇ってたんだよね、フロントガラス。いや、これ、多分、あれだな、夜、明日の朝、また、あの。あれになっちゃう。結露、の、でじ、出てきちゃう、また。ね。う、ね、昨日ね。聞いてくれる。なんか、家でね。ゆっくりしてたのよ。 したらなんかブーンとか言ってきたのなんか <laughs> ブーンとか言ってね俺の前を通ったの虫が <laughs>「えっどっから入ったこいつ」ってうんあれだったよあの臭いやつだったよ入ってきよがってでプンって止まったからアルコールかけたピシュって <laughs> かけて弱らして <laughs> であのティッシュ5枚ぐらいでピッつ掴んで丸めて 捨てたた <laughs> いい入ってきたどっからしたんだろうもしかしたら俺についてたのかもしれないなうんブーンって飛んできたから分かったんだけど臭いんだあれ臭いんでだ,だから潰すとねアルコールで終わらせたもんだかつかんで歩いてたからプーってねアルコールパーってかけたの現役をそう最悪でも捕まえたからよかったけどうん でまだ殺してないから掴んでティッシュで丸めてそうカメムシだと思う多分臭いやつだと思う,うんで掴むってそうアルコール弱る,弱るんだよアルコールねあのエタノールってやつなんだけどそれかけると結構弱る動物はみんなあのねスズメバチもあの,あ,の,あ,のあれもアブもやっとうたんだけどめ,めちゃめちゃ弱,弱,弱くなるよ ん <laughs> 実験済み、うん、ついてるでしょついてんだよ多分うんで捕まえてすぐゴミあのゴミ袋入れてもうすぐあのゴミゴミ丸めてもうそのままアルコールすごいよ、うん、あのねスズメバチとかも襲われそうになった時にアルコールかけたら逃げてったもん <laughs> アブももう K2 さん見てるから。 あのアブが逃げていくからね、俺から。<laughs> 聞くんだろうね、じわじわ、アルコールは。うん。じわじわ効くんだよ、アルコール。だからアルコール持ってた方がいいと思うよ。うん。まあ、正直、女性なんか持ってた方がいいと思うよ。あの、よくいいじゃん。変な奴がいて、ね。あの、正直言ってね。まあ、本当にいけないんだけど、奴やがやね。まああの、なんていうの、危なくなった時は、それを顔面にかけてやれば。 まあイチコロだと思うよ <laughs> 間違いなく自己防衛というかねね正直言えば聞くよ <laughs> 間違いなく目にかかれば <laughs> 確かにでしょだからその女性は特に、ね、襲われそうになったじゃんそういう時に持ってるパーってかけてやればもういちこれで目やられるからその間に逃げられると思う、うん、はっきり言えば、うん、合法なあの持ち方だよね アルコール消毒できるから、うん、そうご信用じゃないんだけど一応合法的なつくなのんこのね徳光さんこのまあまはあ、もうすぐ終わっちゃうんだけどねうん、まあ、一応護衛護衛っていうかね自己防衛だよねそれで殺されても嫌じゃんなんかよくあるじゃんねよくやられてるじゃんなんか結構襲われてとかねこう暗闇のとこでとそういう時にパーって時に顔面かけてやれば是非結構効くと思うよ <laughs> サイリュ流スプレーとかだとダメなんだよもう所持はいいんだけど効率的にダメなだよあのよ持ってっちゃダメなのよサイリュ流スプレーってねいやあの憲法違反になっちゃうのね買うのはいいのよ持ってるのは持ってるのはねだからそれを外に持っていちゃいけない家の中に安んたらいいのよそは、うん、だ僕うんちがすごいですよクマスプレーもありますから <laughs> うん アルハチゴが来たらもかけてやれば大体一回目1回目でこうどっかすぐ逃げちゃうねでまた向かってきてかけてやればすぐ逃げるもんうん今までの経験上ちょっとアブとかやったけど襲われそうになってね大体いい逃げる当たればもう当たれば逃げる多分クマとか無理だけどニョシシも無理だけどでかいやつはね かかなかった <laughs>、うん、皮はっきり言って、まあ、聞いてんのか聞いてんのかよく分かんない。<laughs> うん、あっ雲を聞きますちなみに。雲もアルコールで聞きます。1分ぐらいで死にます。<laughs> そう、雲、雲ね、雲、うん。そう。昼も聞きます、昼。昼はあの話します。血吸ってる時に。 アルコールかけると、パンと離す。うん。そう、だから、何気に、き、結構効くんだよ。あ、今だいぶ、だいぶもう蚊とかいないよ。今もう刺さないね。もう、気温が低くなってきてるから。うん。今刺されると、結構やばいかも。そう。あとね、ひば、ひば、ひば花だっけ。あれも毒あるから、気をつけて、みんな、サーチャーだめだよね。あの、美しいとこあるじゃん。お彼岸の時の彼がん、彼岸花。 あれ,もあれも毒ああるからねあれみんな知らないと思うけどいやこれからやばいんじゃ蜂が10月とかがねそうだあれ毒あるんだよ触っちゃダメだよ手で絶対うん穴切りだっけあれになっちゃうかもしれないあれ毒あるよ俺も知らなくて調べたらねあれ毒あるんだってだから気をつけてあれ触っちゃねあのよくお彼岸とかね にオニヤンマくんって皮撃退できないね顔俺あのかけたんだけどダメだったねビクともしない虫除けかけてもダメだったうんダメだった皮ねダメだねやっぱ虫除けかけとけば刺されない刺さりにくい、うん、まあ、刺されるけどあとねムヒアルファってあるんだよ刺された時ムヒアルファってこれこれがあんだよちょっと待って持ってきたいいけど。 これも一応ムヒアルファだけは毛虫刺されてもこれ効くんだよね高いんだよ、1円ぐらいする見える見えないか照明当てないとこのムヒアルファが結構いいのムヒアルファ EX っていうのがねこ,これが あの結構刺されれたらこれかけて,くってれすぐ倒れよ1,000円ぐらいするけど、うん、あ腕いて今ちょっと腕痛みたそうだからねこれ刺されると結構いいよこれ刺すと大体もうほんとすぐなのまたねよろしくねありがとうございましたどうもねまたよろしくお願いしますうんそう だ意外とアルコールってね役に立つようん最近は刺されないけどねこれで刺されるとやばいんだよよくあれじゃんきれい綺麗な花は毒があるってよう言わないうんあれと一緒できれいな花っていうのはやっぱり毒があるから気をつけた方がいいよああいううんねっじゃあまたよろしくお願いしますねよ 打ち場が空いてました、うん。では失礼します。おやすみなさい。次回よろしくお願いします。寒い。では失礼します。ありがとうございました。おやすみなさい。